初めっちゃおもろいアイドルつぼみのメンバーたちがボートレースの知識を深め、ボートレースの楽しさを一人でも多くの人に知ってもらうため奮闘するボートレース体験型バラエティ。そしてそんなつぼみたちを熱血指導するのはボートレース大好き芸人高山智博と共感見習いの福本愛奈。果たして今日はどんなドラマが待っているのか。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。さあ始まりました、ボートのつぼみでございます。イエイ。今回はね、またまた番組の公開録画の方をお届けいたします。今回はお客さんの前でどんなことするんですか。あのね、なんと特別ゲスト来ていただいてるんですよ、今もう待ってくれてるんですよ。ボートレーサーです。しかも超一流でございます。今回は視聴者の皆様に参加していただいた公開録画の模様をお届けします。それでは早速今回のスペシャルゲストに登場していただきましょう。はい、この方々です。どうぞ。なんと湯川浩二選手、はい、そしてテニスコップの松田さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。今回のスペシャルゲストは湯川浩二選手。過去に SG レースを4度制覇している大阪支部が全国に誇るトップレーサーです。そんなトップレーサーである湯川浩二選手がこの後つぼみとデートをします。こんなこともするの?と思わず言ってしまうシーンもありますのでお楽しみに。視聴者の皆さんから募集した質問に湯川選手に洗いざらい答えていただこうということで。いやー、いいんですか、いいですか。題して湯川選手に一問一答答えてくれなきゃーやーよーわー。やーよなんか書いてへんかったやろ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。可愛くやったんですよ。いや、いろんな質問出ますよ。僕らも何が書かれてるのか知らないですけど、はい、いいですか、どんな質問でも。いやーようですね。いやーすいません、質問にもよるわな。それでは皆さんフリップオープン。一番印象に残ってるレースはってやつです。あ、まあ言うても数多くの戦いをされてきたわけですが、これ一番っていうのはあるんですか。やっぱり初 SG 優勝の戸田の優勝戦ですかね。はい。その緊張ってしました。かなり。ものすごい人気背負って周りはほら勝って当たり前だなぐらい思うじゃないですか、僕らファンからしたら。まあ、でも危なっかしいと思ってたんちゃいますかね、多分ファンの皆さんも。でもほんとにぶっちゃけ、ほんなら3連単でどれぐらいつきました。あ、そんなでも ついてないですけど。ほんなら人気集めてるんですよ。やっぱりでも戸田ってやっぱり陰弱いんで。その陰で勝つね。かっこいい。質問チョイスしたよ。ボートレーサーにとって一番大切なこと、まあ、いろいろあると思うんですが、その中でも一番、一番大事なこと、まあ、一番はやっぱり負けず嫌いなことですかね。例えばちょっと不利な、はい、ね、はい、ポジションからとかあるじゃないですか、そんな時でもさらに魂入るもんですか。まあ、やっぱり一応走る限りはチャンスはあるんで、やっぱもうこの間も徳山で、はい、僕1着の松井さんが2着で、松井しげるさん2着、はい、11万ついたんですよ。11万聞いたことないです。なかなかびっくりして、あんなつくかよ、絶対に俺知ってるみたいな。どんだけ人気してないんやみたいな。大阪支部でワンツー決めるってでもかっこいいですね。かっこいいです。住之江のファンの方は勝ってるんちゃうかな思ってたんですけど、勝ってたらそんなついてないですよね。だからね。でも正直ちょっと思いますけど、帰りものすごい嬉しかったちゃいます。なんかもうビールが進みました。この後は湯川選手とつぼみが大人のデートに挑戦。どんなエスコートをしてくれるのでしょうか。押しかけ女房です。来ちゃった。何を言うの。 Even if you're feeling no stronger, holding them back is Moreno's way. Change yourself. ボートレース住之江。テイクはくれる。押しかけ女房です。来ちゃった。何を言うの。 Even if you're feeling no stronger, holding them back is Moreno's way.
Change yourself. ボートレースセミナーへ。こんにちは。さあ、本日のデートのつぼみはこちら、はい、大江戸温泉物語に来ました。いや、なんかすごい雰囲気ありますね。お客さんもめちゃくちゃいましたから ねすごいで、ね、にぎわってますけど、早速今回の選手をお呼びしたいと思います、はい、大阪支部所属の湯川浩司選手です。どうぞ。こんにちは。どうもこんにちは。お願いします。大人のデートの仕方を教えていただこうと思います、はいはい、ついにおっさんのね、おっさんのデートね、はい、今回3人がやってきたデートスポットは箕面市にある大江戸温泉物語。大阪市内から簡単にアクセスでき、関西屈指の泉質を誇る温泉を日帰りでも楽しむことができちゃいます。湯川選手、ちなみにこうどっちとデートしたいとか。どっちともデートしたいんで、はい、あいうえお順で、あいうえお順こうかな。じゃあ、ジャスコちゃん、イオンです。イオンちゃん、よく言われるイオンの方で、はい、まずはイオンちゃんからデート開始。江戸っぽいね。江戸っぽいです、確かに。いろいろあるで、多分。おお、すごい。わ、祭り。お祭り気分やね、これ。ねえ、お祭り気分ですね。わ、めっちゃいろいろある。ちょっと見てください、これ。かぶってみる？かぶってみましょう。せっかくなんで。これ絶対似合うやん、これ。でかい、でかい。いや、いいですよ、なかなか。悪くないね。なかなか渋い雰囲気出てますよ。商人の顔しよう、はい。今回は、年の差カップルですね。うん、10歳ちょいぐらいですもんね。いや、意外といいんじゃないですか。慣れてきたら引っ張ってもらったりね、して。お祭りといえば射的。景品を撃ち落としてハートも撃ち抜けるのでしょうか。これもう、なってるから、ほうほう、ここまでなってるから行くだけ行っていい。あ、なるほど、うん、あー、見たことある、こういうの。よし、うん、じゃあ落とせそうなチョコボール。ヤングドーナツ、あれヤングドーナツどこやろ。あの、あれあれ、チョコボール。ああ、あれか、いけそう。申し訳ありません、はい、こちらの台にですね、あ、手とか肘がついてる。絶対やったからね。ちょっと今言ったじゃないですか。いけるとこまで行っていいって。ルールがちゃうから。あ、書いてた書いてた。なるほど、あ、なるほど。あ、手がついたらダメなんですね、うん、チョコボールいきます。あ、おお、ナイス、できた。うまい。やったー。あ、回転だけしたね。回転だけ。私の方が勝ちですね、うん、これは。ありがとうございます。よしよし、こういうこともあります、うん、私的に見た感じは二人両思いなんですけど、まだ付き合ってないんですよ。で、どっちが告白するかを心の中で悩んでるっていう風に見てます。高速スーパーボールすくいやろ。出た、スーパーボールや。こういうの私得意ですからね。マジで。はい、多分俺の方がうまいで。あ、ルールは簡単。お玉を使い、一すくいして取れた分だけスーパーボールがもらえます。1年間で、ね、小学生が8個取ったの。なるほど。最高記録と聞いてテンションの上がる湯川選手、小学生の記録に対抗心を燃やします。なんという集中力。8個とか言われたらちょっと。なるほど、なるほど。あ、わかった。しかも小学生このパターンや、来たかもしれない。あ、来ました。あげたら、あげてない、あげてないから、あげてないから。ほんまですか、大丈夫。この、あのな、一個上に乗せなあかんねやろ。そうですね、いいよ。わぁ、お、7個取れましたよ、私。7個いった。はい、かっこいいとこ見せてくださいね。はい、はい、はい、どう。2、4、6、は、8、8、ほら、やったー、最高記録でしょ。よかった、よかった。今年度初めて。結構粘り腰やったね、今。じゃあ、はい、変わってください、私と。まだ温泉行ってないのに。いや、変わってください。あと、そのペアルックも、やきもち焼くんで外してください。早く外してください。はい、行ってきてください。回収してきます。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。早く外して。はい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 、早く。はいはいはい。アイニャンの今更。さあ、ご好評いただいておりますこのコーナーは、私福本アイナがボートレースの知識をおさらいしていく時間でございます。さあ、今日はですね、アクアコンシェルジュの松岡さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速なんですけれども、はい、今日は船券の買い方について教えて、はい、
いただいてもよろしいですか。はい、場内にはこの2種類のマークカードを置いてるんですけれども、はい、まず青い連勝式って書いてるマークカードが、こちらですね。はい、こちらが皆さんよく使われているマークカードなんですけれども、はい、こちら使う時っていうのはもう買い目が決まってる時にこちら使ってもらうととても便利なんですけれども、うん、こっちの緑の流しボックスっていう、はい、こちらのマークカードはたくさん買われるお客様は、まとめてかけるのでとても手間が省けて便利になっております。こっちの連勝式は1つの識別に対して5つまでしか買えないんですけれども、うん、まあ、こちらのボックス買いとかしてもらったら最大で120通り買えるので、はい、だいぶ書く手間が省けてとても便利になります。3連単で1号艇、2号艇、3号艇の全ての組み合わせを購入する場合、ご覧の6点になります。連勝式のマークシートの場合は5点までしか記入ができないので2枚のマークシートが必要になります。そんな時、流しボックスのマークシートを使用すれば1枚のマークシートで記入することが可能です。さあ、じゃあ実際に書いていきたいんですけれども、はい、まずはじゃあどこをどう塗りつぶしていったらいいんですか。まずは墨の絵のレース買ってもらうので、はい、ここですね、開催場が墨の絵っていうのを塗ってもらって、はい、で次にレースを塗ってほしいです。1レースだったら1です。はい、1、はい、2、3は3連単でいいんですよね。はい、3連単で、はい、で識別のところにも3連単をここ、はい、マークしてください。はい、ボックス買うんだったらもう下だけ書いてもらって、ボックスをじゃあまず買うときはこれで全部塗りつぶしたので6通り、はい、であとは金額を決めてもらえれば、これでこれでもう6通り分変えた。6通り変えちゃいます。 あっという間にできましたねじゃあもう一つ、あの1号艇の1着固定を買いたいんですけど、はい、1着固定だったらもう1着のところに1号艇塗りつぶしてもらいます。で2着と3着はもう全部買いたいっていう時はその数字塗ってもらってもいいんですけど、ここの下にある全通りっていうのを塗ってもらうと、うん、さらに、はい、手間が省けて便利です。はい、であとはボックスと同じように金額を書いてもらえれば、そっか、これだけでいいや。はい、こちらの書き方でしたら1着が固定で、はい、2着と3着は何が入っても当たりっていう形になるんですけれども、うん、全通りにしてるからですね。あ、そうですね、はい、でこちらが今20点分になるので100円で買ってもらったら2000円になります。あ、すごい、なんかこれ覚えたらちょっとレベルアップした気がしますねなんかじゃまず入れたらいいんですか。まず最初マークカード入れる前にお金を先に、はい、入れてください。お金入れてもらったらマークカードが入るのでこちらから、はい、入れちゃっていいですか。はい、お願いします。あ、すごい、一瞬で出た。はい、これで今組み合わせ全部出てるんですけども、はい、もう1000円足りてないっていう表示が出てるので、ここ出ちゃいますね。はい、ここで足りない分あと1000円入れてもらって、はい、で家庭に出てきます。もうすぐ出てきた。はい、これで OK のこと。はい、あ、ちゃんと書いてますね。こちらのマークカードも1回機械に入れてみてもらってもいいですか。はい、入れていいんですか。買っちゃっていいんですか。え、こちらは赤でレースのところがエラーになっているので、はい、実際にこれ見てもらったらレースの部分に書いてないっていうのが分かります。ちゃんとじゃ記入漏れが分かるってことですか。はい、そうです。レースのところ記入漏れしてたらレースのところに出ますし、開催場記入してなかったらここに赤で出てきます。賢い。じゃあレースが終わってもし当たってたっていう時に払い戻しする時はもう全部この機械でできるんですけど、うん、まず船券をここのライオンのマークがついてるところに入れます。はい、でここに入れてもらって実際に当たってたらここに配当金が出てきます。いくら返ってくるかちゃんと表示されるんですね。はい、表示されるので、うん、ここのボタンを押してもらったら、払い戻しができるのでお金が戻ってきます。初めて来て分からなかった時はアクアコンシェルズさんにぜひ聞いてみてください。この後は湯川選手がつぼみと卓球対決、そして全員参加の船券対決もスタート。押しかけ女房です。来ちゃった。Even if your feeling grows stronger, holding them back is Moreno's way. Change yourself. ボートレースセミナーへ。押しかけ女房です。来ちゃった。Even if your feeling grows stronger, holding them back is Moreno's way.
Change yourself. ボートレースセミナーへ。有望でいいですか？有望でいい。有望って呼びますね。だいぶあれやで、でも年上やで、ね、いいですか？うん、有望と今日はデートしに来ました。はい、伊藤ちゃんとデートね。はい。はい、ま、マジ卓球やな。マジ卓球ですね。二人がやってきたのは温泉にはつきものの卓球場。実は卓球が得意だという湯川選手の腕前やいかに。よーい、つぼみ。お、あい。すごい。今のはね。今なんか上がった。できますね。つぼみってね。真剣に勝ちに行くよ。真剣に、はい、本気を出し始めた湯川選手。おお、見事なラリーが続きます。はい、うまくね。私うまくね。パンティーが、パンティーが。カメラさんが俺の動きを邪魔するわけよ。3人は温泉に入るため隣接する箕面観光ホテルへ。ここには眺望抜群の露天風呂があるんです。いい景色やな、これすごいやん、これって言いながらあー暑いもう寒いところからの暑いやから。あ、でも気持ちいいわ、気持ちいい、あ、力が入る。どうですか、湯川選手。気持ちいい。俺もう芸能人でもベテランの人の仕事やんか、これ温泉ロケ行くボート選手おらんでしょ、これめちゃくちゃ気持ちいいで、もう最高、この外寒の中圧が最高。湯に浸かる湯川選手や。そのままやな。今日温泉ロケって聞いてたのに。入ったらよかったのに。入りたい。いいな。ちょっと待ってください。めっちゃ筋肉すごいですね。ちょっとおっぱいだけ鍛えてみて。見てください。背中から見てもわかる引き締まったボディ。一昨年ぐらいからね。はい、鍛え出して。ほやほやや。一昨年？ほやほややじゃん。あれ思ってたんと違うな。じゃあ一昨年までは、はい、うん、ポチャカワさんだった。ポチャカワコウジやね、うん、ということになります。ポチャカワコウジって言ったらちょっとぽっちゃり可愛いみたいなちょっと混ざってる感じ。ポチャカワ、ポチャカワ、いや可愛くはないから、ね、どうしても温泉に浸かりたいというつぼみの二人の願いを叶えるため無料で入ることのできる足湯へとやってきました。はい、ということでもう今日のね最後になんか足湯ですけど、ね、気持ちいいですね。入りたかったからね、やっとお湯入れた ね、 ね、いやもう入りすぎてるからこれ湯川選手、まあちょっとお休み中ですけど、はい、これ復帰したらもう事故なく、うんうん、完走して、うんうん、グランプリに出たいなと思いますね。そう、はい、うん、ぜひ優勝したいします、うん、もちろん常にグランプリ優勝狙ってるということで、はい、ありがとうございます。実は公開録画の中で今回のロケの話になったのですが、かなり大変だったみたいですね。ちょっとロケ続きでね、はい、もうこう芸能人は無理やなと思いました。なんでですか。こんなしんどい仕事ないわ思いました。できますよ、できますよ。日の温泉で裸やし、裸やし嬉しがってね、そんな刺してもうめちゃめちゃ寒かったから昨日。仕事ですもんだって。僕あっちですからね。今回は今日集まっていただきました皆さんだからお一人に予想してもらいます、参加してもらいます。おお、フナケン対決は高山教官チーム、つぼみチーム、松下記者チーム、視聴者代表チームの4チームに分かれ1000円の予算をもとにフナケン予想を行います。的中したフナケンは商品に変えて視聴者の皆様にプレゼントしちゃいます。さあ皆さん、展示構想はしっかりと見ましたか。はい。そのファンの方々の代表で中川さんに今日からつぼみのメンバーとして。いやいやいや、11人目のメンバー、11人目のメンバーですじゃないんですよ。水色とかおらんからちょうどええんちゃう。いや私水色なんです。かぶるか。いや、あの聞いたら中川さんボート歴30年以上、じゃあちょっと相当知ってると思うよ、ね、確かに。中川さんからいきましょうか。あ、僕ですか。はい、来たらもうドンと出せばいいです。はい、
オーソドックスです。3連単で13631616ほう、400円、400円ずつとしてる、うんうん、なるほど。そう、根拠は根拠はない、ないというか、ほんま136の一本勝負したいんですけど、なんか今日インがなんか残ってない。なるほどね。ああ、いい買い方ちゃいますか。しかもそれ3点買いですからね。3点買いですね。うん、数を絞ってきてますよ。だから1000円やから10点まで買えるからね。まあまあそうだけど。それでも3点に絞ったという。そして、つまみは1、3、0、3、1、6。なんか私たちも1と3と6が絶対来ると思ってて、うんうん、で、確かにあの陰がちょっと残ってないなって私らも予想してて、外が今日なんか強いなって思ってたんですよ、はい、なんでちょっと怖いなと思って316もちょっと200円と多めにかけて、でも13は硬いかなと思って全流しにしました。なるほど、はい、ちょっとかぶってるかもやな。私高山もう3連服で1点お、え1点言うてもう134、まあまあ、はい、うん、4モーターの、まあ多分被るやろうから、モーターの、2連体の率の高さで見ました。それ上から順番に並べました。おお、私もね、それ思ったんですよ。4のモーターがめっちゃ強いですよね。松田さん。はい、2点勝負します。2点できますが、500円、500円で。136と126を500円ずつ、うん。とりあえず昨日の準優組。うん、菅選手一人なんですよね、はい、1号艇、ええ、まあエンジンもいいから順位に乗ってたと見て見れば1号艇で硬いんじゃないかなと。なんか中盤から成績の良くなってる西野選手、うん、3号艇、うん、でスタートでエンジン4コース入ってた中里選手、うん、朝もいい着やったんで、こちらも 2,3 着多いですからね、うんうん、まあ3着につけて、うん、まあそろそろ本命決着が出てもいいかなと。おー、大体流れを見てるわけですね、はい、なるほど。そうか。さあ、うん、この4人の予想、もちろんね、湯川選手はボートレーサーなので予想はできません、はい、おそらく僕らのを見ておー、ええー、なーと思ってんのか、アホやこいつと思ってる。それはもう心の中で収めといてください。もう収めといてください。さっきからこれに乗っかろうというのに手挙げてもらいます。お、代表中川さんに乗ったっていう人。おいる。1、2、3、4、5。うん、あ、いいですね、いいですね。5人。今5票ね。さあ、つぼみのこの予想に乗ったっていう人。あ、多い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、多いな。やった。ほなもう松下さん行きましょうか。松下さんに乗ったいう人。1、2、3。入らないです、入らないです。何自分で開けてんのよ。初ボケ、初ボケ、初ボケ出た。やった、慣れてきた。嬉しい、嬉しいです。初ボケ出ましたね。初ボケ出たな。慣れた。カフェが薄まった。今のところつぼみがもう10票超えてるからね。はい。じゃあ僕は、あ、でも、あ、いるいる。1、2、3、4、5、6。あー、でもつぼみか。はい、いや、もう安全に行きましょう。なるほどね。当てたいんで。はい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 、はい、いいですか。まあまあこれでかける4やから、はい、それで行きましょうか。はい、いいですね。ということで、大多数の賛同を得たつぼみの予想は3連単13流しを各800円、3連単316を800円購入します。的中すればいつもより配当が大きくなるので、視聴者プレゼントに期待してください。ボートレースは1着から3着を着順通りに当てる3連単、1着から3着を着順を問わずに当てる3連複など、ご覧のように全部で7種類の中から船券を購入します。5号艇の海が後ろから1番、2番、3番、4番、6番、うん、5番の5対1で進入です。これはモニターで見た方がいいな。スタート3秒前、1秒、今スタートしていきました。好スタート、インコース1号艇の菅、トップスタート2機の中心だけが抜け出しています。1マークは逃げる1号艇の菅、刺して2号艇の森田、まくり出して3号艇の西野で後方4番、6番、5番で、さあバックステージで1号艇インから菅文也ですが、内から2号艇の森田、3号艇の西野が船を伸ばしてまいりますが、トップ集団が現在1、2、3、そして5号艇の現場上がってきて、後ろ4号艇、6号艇は並んでいます。なおスタートは正常でした。ランタンマーク、トップ旋回に1号艇、2機の菅、そして2号艇は2号艇が握って回ったところ、5号艇、3号艇
号艇と差し返してまいりますが、内外に広がって2番タラスはまだ接戦ですが、わずかに内から3号艇が足かし外から2号艇、2番タラスがまだ接戦状態、一方する3号艇の西野、アウトコースに2号艇の森田、また並んでまいりまして、そして5号艇の現場も接近で、2周目の第3マークでは2号艇の森田がコーナーを先取り、つけて回る3号艇で差し返してくるのは5号艇ですが、先頭は2番タラスはまだまだ2号艇、3号艇、両者が接戦状態続いています。インコースに2号艇の森田、3号艇の西野と並んでいまして、2番タラスに続いてバック中間線を通過、後方では564の3艇が固まってまいりまして、第3マークは先頭だけが抜け出した1号艇の菅、そして2番タラスに今度は2号艇の森田が回って、差し返して3号艇の西野ですが、ここで振り切った2号艇の森田昭彦、3番手が3号艇の西野、1フタ3となって最終周回へと入ります。先頭は独走体制1号艇の菅文也が陰線から踏ん張りました。道中の2番手の2号艇の森田昭彦で、3番手は3号艇の西野翔が最後のバックセンターに入っていました。1フタ3で間もなくゴールです。先頭1番ゴール、結果出ました、2番ゴール1、2、3でございます。5番、6番、4番がゴール、ちょっとつぼみ、1、3の全裸が初参位置に行ってました。もうちょっと道中1、3かななんて思いましたよね。いや、思いました。1、1、3人でしたね、うん、ねえ、それが変わってしまったな。もう惜しかったわ。ショックすぎる。住の絵といえばの1、2、3ですね。ここで1、2、3言っとくべきやったな。ねえ、あ、中川さん、あ、6絡めてましたもんね、はい、松下さんも、そうですね、僕も6絡めちゃいましたね。僕は4を絡めたんですが、はぁ、くっそー、取ったってる人います？そらせえわな、こっちに乗っかってください、ぜひ。そら取れんわな。うわ、悔しいです。めっちゃ硬いと思ってたんで。うわ、誰か絶対来る思ってんけどな。ショックすぎる。つぼみ以外の誰かが来て、つぼみ攻める用意しててんけどな。どっちにしろみんな無理でしたね。まあまあ、レース終わったんでちょっと湯川さんにもお聞きしますが、はい、いかがでしたか。まあ一番のガスがいいスタートしましたね。ガス、あ、菅さん、菅さん、菅さん、いいスタートに来ました、いいスタートです。いや、残念、残念やけどまたチャンスあります、はい、来週頑張りましょうよ。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。ボートレース住之江からのインフォメーション。ボートレース住之江の今後の開催スケジュールはこちら。ボートレース住之江では現在のどか弥生競争が行われており、明日優勝戦を迎えます。このレースにはデビュー7走目で初勝利をした上田竜星選手が出場しています。ぜひボートレース住之江にお越しください。また現在第121期ボートレーサーを募集中。募集締め切りは3月11日金曜日まで。詳しくは大和学校で検索してください。番組公式ホームページ、 Facebook、Twitter、公式 LINE が好評稼働中。プレゼント企画や公開収録情報など最新情報が盛りだくさん。ボートのつぼみで検索してみてくださいね。視聴者プレゼントのお知らせです。ボートレース住之江からオリジナルクオカードを10名様に。ボートレース住之江ペア有料席券を10組20名様にプレゼント。どしどしご応募ください。